していきたいと思います。何から話そうかな。何から話そうかな。とりあえず最近あったことをささやき声で話していきます。まず1個目、ちょっとね、寒いんですけどエアコンつけてていいですか。ちょっと工房店に絵を出したんですけど、なんと無事にっていうか賞を受賞しました。パチ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 、はい、賞をね受賞しました。公募展の賞を受賞、いやーむちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ最優秀賞ではないんですけど、まあそれでもね賞を受賞してむちゃくちゃ嬉しかったですね。ちょっと原因を挙げました。原因を、あれこれもしかして、あ逆か、これもしかしてだいたいアクリル油とかかなが多いと思うんですけど、僕はもう素描で鉛筆のみで勝負しました。まあ賞を取るために応募したっていうよりかは自分でいいのが書けたなと思った結果もう受賞したっていう感じですね。賞を取るために応募するのってむちゃくちゃストレスかかりそうなんで、僕にはちょっとそれはできないですね。はい、そんな感じでございます。はい、それが一番嬉しかったですね。あとね、ちょっとさっきまで出かけてたんですけど資格取ってきました。はい、無事に合格しました。合格です。まあこれもちょっと嬉しかったですね。むちゃくちゃ勉強して、まあむちゃくちゃってほどでもないけど、ちょっと人からおすすめされて勉強したので、皆さん知ってると思いますが、まあ僕は結構ねひねくれてますが、人の話をね素直に聞ける心は持ってるようです。映画ちゃんのポテトチップス買ってきました。これの味をねどっちが美味しいか食べてみたいと思います。映画ちゃんがこっちはコラボしたみたいで、こっちはね映画ちゃんのこのブリーウダンっていうメンバーが作ったみたいですね。こっちが担々麺の辛いやつで、こっちが黒胡椒チーズ。ちょっとこれをレビューしてみますか。見た目は普通のポテトチップスですね。いただきます。なるほどなるほど。辛口のポテトチップスを作ろうとしたらしいんで、結構ピリッとしてる。これはこれで美味しいですね。なんかねこのポテトチップスはファミマ限定で何袋だったかな、1店舗につき20袋だったかな、12袋だった、12だったかな。とにかくむちゃくちゃ数が少なかったんですけど、ちょっと申し訳ないです。俺めちゃくちゃ買ったんだよねこれ、記念に。絶対これ出ない、あんま出ないだろうと思って、こんなコラボ商品絶対出ないと思って3袋ずつ買ったんですけど、合計ね何袋だっけ、6袋ぐらい買ったんですけど、1店舗10から20ぐらいの限定発売なので、もう棚ねガラ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 になっちゃいましたね。僕は転売とかもされてるらしいです。僕はね純粋に食べたくて買っただけなんで。これねエガちゃんがね動画で言ってましたね、見た目がね黒カビ生えてる言うてましたね。まあ確かにね言われたらそうなんですけど、これは黒胡椒ですからね。いただきます。なるほど、味が薄いね。ちょっともう一枚いただきます。このブリーフ団がどっちの作ったポテチが美味しいか対決してるらしいんですけど、決まりました。どっちが僕は好きか、エガちゃんのポテチの方が僕は好きでした。なんかチーズの方はですね味が結構マイルドな感じで、どちらかというと女性好みな気がする、女性好みの
ちゃんの。これいつの写真よ、これ。これ若いよな、この赤ちゃん。今こんなんですからね。いや、この人ほんとすごいですよね。この人の描いてる絵もね、むちゃくちゃね、独創的で、こちらかというとね、日本画ですね。洋画か日本画、どっちに寄ってるかって言ったら、もう完全に日本画ですね。妖怪みたいな絵を描いてて、すっごい躍動感があってね、めっちゃ好きでしたね、エガちゃんの絵は。あれは僕は描けないですね。美味しく楽しいポテトチップスを作っていただき、エガちゃん、ブリーフだ。ありがとうございました。はい、というわけで次、この大好きなアーティストの話になるんですけど、まあエガちゃんはお笑い芸人であり、まあ同時に絵を描いてるので、あ、まあお笑い芸人もある意味アーティストなのかもしれないですね。笑いという表現者のアーティストかもしれないですね。ペイマネートゥーマイペインのネックレスが届きました。レザーのクッションです。ソーラーパネル式のやつ。ちょっとこれを入れるためにも買ったみたいな感じなんですけど、まあいずれにしてもこれゴツすぎて入らんのよな。とりあえず入れていきたいと思います。はい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 。やっぱ時計とかもね、女の人のやつってめっちゃいいっすよ。
シオの時計です。これもね、ちょっとこれ傷わかりますか？ケースに入れてなくて、もうそこら辺にほったらかしにしてたらね、いつの間にかひびが入ってたんですよね。まあ1000円とはいえね、大事に使ってる時計なんで。なんかね、毎晩毎晩暴走族が来てますね、走ってますね。なんであいつらもうほんとね、目立ちたがりやったよね。
丈夫か、これすげえパツパツ開いた。よし、磁石が当たるわ。あ、かろうじて大丈夫、かろうじて大丈夫ですね。お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。